行ったんですね。私この横を、はい、通ります。反対側に右手があります。で、そうそう、あの最初にアンゲロスの話をしましたけれども、あのニケはですね、大体ラッパ持ってるんです。ラッパ持ってパッパブラパーって言ってね、勝利しますよ、勝ちますよって言って告げに来るんですね。ラッパを持って羽生えてるってね、天使ですね。原型はここにあります。それをキリスト教も、まあ、利用したわけです。はい、で今この円形のホールに来ましたけれども、はい、ここ行きましょう。アポロンのギャラリー、じゃじゃん。アポロンっていうのはギリシャの太陽の神様です。私で、ここを作らせたのはルイ14世。ルイ14世は太陽王って言いますでしょ。はい、フランスの黄金期を作った人ですね。ここに太陽がいます。いろんなとこに太陽いるんです。ここね、はい、見えるかしら。ドアノブにも太陽ね、いろんなとこにいます。はい、この隙間のない、ね、装飾だけども、先ほどご覧いただいたバロックのお部屋よりもなんとなくこうごちゃごちゃっていうか、すごく左右対称で、ね、こう規則正しく派手っていう感じがするんです。これがフランスの古典美ですね。でここルイ14世作らせて途中まで工事してベルサイユ行っちゃうんです、ね、あのお母さんがこう亡くなってからね、あのルイ14世は二度とあのルーブルに戻ってくることはありませんでした、ね、結構ね偉大な権力者ってね、マザコンが多いんですね。でここが、まあ、鏡の間のモデルになったなんていうふうにも言われますけれどもね、ギャラリーっていうのはそもそもそこを作らせた権力者のこうなんていうのかな、宣伝をするところなんですね。彼の偉大さを称えるために作られてるんです。例えばこんなにある装飾ですけどね、隙間なく絵ある絵とか浮き彫りとか彫刻ですけど、すべてこれはルイ14世のことをですね、褒めたたえてるんです。ちょっと読み解いていくと、ここに春の神様いますね、冬の神様もいます、ね、はい、ここには、ね、あの小麦を刈り取るということで夏ですね、夏の様子、神様です。でこっちは秋、ぶどう狩りの季節ですね。お酒の神様ばっかすごいなということで四季が表されています。であとね、こういうふうに丸くなってる絵なんですけど、これは12ヶ月の農作業の様子を表しています。あとはここね、これ私牡牛座なんで牡牛座取っとこう、見えるかな、牡牛座です。これタウスって書いてある、ね、天井の上もね、はい、これ朝の星、こっちが夜明けですね、夜明け、朝の一番星、そしてこれが真っ昼の、これは昼間です。だから太陽が一番高い時ですから、太陽の神様抱えてますね。アポロンがいます。これはね、この絵だけね、時代が違って、あのドラクロワです、19世紀の、後で見ましょうね、名手の自由の女神を描いたドラクロワの作品、ね、蛇を退治しているところです。首痛くなってきた、はい、でこれが夢を見ている神様ね。でその後月の女神様が、月の女神様がいるわけです。ということでこれ全部太陽の動きをね、天井で表してるわけですね。で農作業の様子だとか星座とかね、これって全部太陽の動きじゃないですか、太陽に関することじゃないですか。で農作物だと太陽があるからでできるわけで、太陽の恵みであるということです。だからこの世の平和は太陽の恵みであると、
太陽のおかげでしょ、あとハーモニーは太陽のおかげでしょってことは、これ全部それね、天井の隙間ないこのですね装飾を使って言ってるわけです。つまりこの人、ね、ルイ14世太陽王の宣伝パネル部屋ギャラリーなわけです、ここは。はい、そしてこのお部屋にじゃ何があるのかなっていうと、これですね、唯一現存するフランス王家の冠です。これルイ15世というね、14世の次の代の王様ですね。ルイ15世が戴冠式の時につけていたという冠です。で、ここについている宝石なんですけど、これね、ガラス玉です。当時も儀式が終わると本物の宝石を外して、全部ですね別のところに保管してたわけです、ね、で、ここに本物があります。じゃーん、世界一美しいダイヤモンドと言われるレジャンダイヤモンド、ご覧あれ、ね、140カラットです。でこれですね、もちろんフランス王家の財宝。でこれですね、その後マリー・アントワネットがこう髪飾りにつけたりとか、ナポレオンも戴冠式の時に剣の鐔につけてました。でこっちのガンソンシーという本も55カラットあります。これも、冠の一部についておりました。これはね、ナポレオンが大変溺愛した、ね、ジョゼフィーヌの真珠のイヤリングです、ね、彼は本当に、この人もねマザコンでしたけどもね、お母さんそっくりの年上のジョゼフィーヌさんに、好き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 結婚してって言ってね、大も猛烈アタックでね、恥ずかしくなるような、もう君の匂いが恋しいから体洗わないでくれとかね、そういうことを書いた恋文があるぐらいですけど、はい、でこちらはナポレオンの甥っ子にあたるナポレオン3世の奥さん、ユージニーさんのティアラです。彼女はね、マリー・アントワネット大好きだった人で、マリー・アントワネットと同じようにとってもおしゃれが大好きな人でした。ヨーロッパ中のもうファッションアイコンだったんですね。また彼女の話もしたいと思いますけど、ね、はい、85個のダイヤモンドが使われています。本物ですよ皆さんね、はい、こちらのブローチには2438個のダイヤモンド使われています。いいですね、パリで万博が行われた時にね、皇后様がもう一番豪華なものをつけていられるようにということでね、作らせたもの、特注のものです。今度ね、ナポレオンが作らせたこの回廊を入っていきますね。本来ならば、おい、ここがモナリザへの近道なんですけども、ね、イタリア絵画がここから始まります。イタリア絵画はルーブル の, コレクションの核ですね。もともと王様の美術コレクションっていうのは、フランソワ1世というね、1515年に、王様になりましたけども、彼がイタリアの作品をあちらこちらから持ってきたことで美術品のコレクションが始まったわけです。なのでイタリア の, 絵画コレクションというのがですね、非常に重要なんですね。で、ここに絵画というかこれフレスコ画でございます。でルネッサンス語る時に欠かせない人物、ゴッティチェリですね。なんといってもルネッサンスのシンボルでもありますけど、ヴィーナス誕生を描いた人です。でこれは絵画ではなくて、フレスコ画っていうんですね。メディチ家の、仲良しさん、レンミ家っていうことがありましてね、そのレンミ家のお家にこれ石膏を塗って、まずねフレスコ画っていうのね、フレスコっていうのはイタリア語でフレッシュって言います。フレッシュで乾かないうちにこう石膏を塗って、その石膏の上に下絵をつけていって色を塗っていくんです。だからすごいテクニックが必要だったんですけど、上手に描くとこんなに綺麗に色が残るんですね。で、私ボッティチェリ
ね、女性の描き方がすごい好き で彼はちょっと堅苦しい感じのなんていうのかな、ごっつい絵ばっかりだった時代にこういうね柔らかい女性の髪型です。彼のね、髪型見るの面白いなといつも思うんですけど、こういうウェービーな髪をですね上手に使って絵に曲線、柔らかさとかこうふんわりした雰囲気を出すんですね。あとこの女性の肌の美しさっていうのにいつも感動します。透明感があるんですね。でここでは、はい、これがね神父さんです。一人だけねルネサンス時代のドレス着てますね。だからでここにいる、ピンクの衣をまとっているのがヴィーナスです。愛の女神、そして三美神ですね、連れていました。このお洋服も見てくださいね。さすがにこうね流れね柔らかくて流れるようなこのドレープの描き方とかもね素晴らしいです。はい、ということでボッチチリでした。でちょっとね今ねルーブル改装中なので本来はこっちに行くんですけど何もないので、はい、こっち行きます。またサモトラケの前。でーん、かっこいい。はい。これね、きっとギリシャの人たちもこうこんな姿見てたんだろうなっていう感じですね。でここのダリュの階段っていうのを19世紀に作られましたけれども、このね作り方もなかなか憎いんですね。あの柱がねちょっとこうギリシャの神殿のような感じになってます。であえてちょっとモザイクで装飾しようかとかそういう意見もあったらしいんですけれども、あえてこうシンプルにしてあのニケが入るようにねギリシャ風の作りにしたんだそうです。このね本当に展示の仕方を見るっていうのもね、これも本当にあの世界最高の美術館の魅力ですよね。でこのギリシャローマの世界からですね今度は、はい、時代を1500年ぐらい前に進めて、ね、ギリシャローマ、ギリシャがあってギリシャはローマにね征服されますね、支配下になります。でその後ローマ帝国って、まあ、パクスロマーナ続きますけれども、その後蛮族にあの襲われて結局滅びますけどね、ローマ帝国の時代もう終わりに差し掛かっている時にキリスト教が国教化されるわけです。そうすると今までの宗教だったギリシャの神様とかの彫刻とか神殿は全部破壊されるんです。もったいない、ね、でキリスト教の時代がやってくるわけです。はい、でちょっとこうざーっとね見ていきましょうね。あ、これね14世紀の絵画が集まったお部屋なんですけど、ちょっとこのイチジクかぶりついているキリストがなかなか可愛いですけど、でこの時代の絵って皆さんこういうねどうでしょうね、これね特徴後ろ金箔ですね。でこれ板絵ですね、板に描かれてます。どうでしょうかねこの印象として、絵的にうまいか下手かって言われたらちょっとね私でも似たようなものは描けなくはないかもっていう感じの絵なんです。手とかなんか妖怪人間ベラみたいだし、なんか漫画っぽいね、こう痛々しい顔してますね。ちょっと漫画っぽいのこの表情がいてててててっていう感じなんですね。すっごく分かりやすい、ね、苦しみの顔だなっていう感じなんですね。眉毛をハの字にして、ね、すごいこう分かりやすいってことがこの当時大事だったんで
ですね。で、なんで全くリアリズムをあえて追求しないのかというと、ね、それはですね、そもそもキリスト教では神様を本物そっくりの人間として表現してはいけないっていうね、偶像崇拝禁止っていう掟がありますので、本物そっくりのこうギリシャ彫刻のような神様をですね、神様って言って拝んではいけないわけなんですよ。じゃあ絵はいいのかって言ったら、いいことにしたんです、ね、だって字が読めない人たちにね、聖書のお話を伝えるその一番の効率の良い手段っていうのはやっぱり絵画なわけですよ。私たちだって話聞くだけじゃ分かんない、絵見た方がしっくりくるわけじゃないですか。あ、マリア様ってね、青いベールつけてて赤い洋服着てて、ね、こう降臨が上にあって、あ、やっぱり聖なる人だなって分かるじゃないですか。で、金箔がついてるって、これ天国のようですね。こんな風にですね、あえて現実離れをしていて、かつこうパッと見てわかる絵を描いてるわけです、ね、で中世は神様の世界です。こう目に見えない神聖な世界というのを描いてるんですね。私たち人間というのはちっぽけな存在だと、ね、不安定なやっぱり中世というのは世の中だったので、こうあの世に天国に行けることだけをこう考えて生きてたわけですね。そういう時代です。それがだんだんと変わってくるんですね。これです、ね、空が青くなりました。金箔じゃなくなってますね。だんだんとこの聖人たちの顔を見てください。やっぱりふわっとしてちょっと人間っぽくなってきました。でこれちょっとこう上見上げるような感じなんですね。天国でマリア様が戴冠されてます、イエスに戴冠されてますというね様子です。これを ね、あの中世の人たちは見上げて、あ、本当に天国にいるような気分になったはずでございますね。そしてダーンデデーン、来たグランドギャラリーです。470m ありますこれね。昔ね、王様が狐狩りしたりとかしたり、あとあのナポレオンの2回目の結婚式もここで行われました。